Rose Up Radio Presented by Rose Up Rose Up Close Up Radio。 皆さんお疲れ様です。今回のお相手は私水木がお送りします。いや、前回収録したのが、まあ、東京に移り住んでからということで、まあ、状況トークって新しいコーナーも始まったりとかしたんですけど、まあ、それからうだるようなあの暑さの夏を越えて、もう今収録してるこの日ってすんごい涼しくなったんですよ。それこそ2日前とかまではなんかめちゃくちゃ、いやこれ本当に秋の気温かよとか、もうめっちゃ暑いじゃんとかって思ったりしてたんですけど、なんか昨日あたりから急にあれ、なんか外が涼しいぞってなって、なんだったら建物の中にいる方が暑くねっていう状況になって、いやこれから東京の暑さどうなるんでしょうねなんて多分前回話してたと思うんですけど、もう東京の暑さはご勘弁願いたいというような、まあ、大変な夏を過ごしましたけれども、まあ、この空いた期間の間で、まあ、私自身盾と剣術と杖の術と書いて杖術を始めたんですけれども、まあ、この辺は趣味語りのコーナーで語ろうと思いますので、お楽しみください。まあ、積もる話もたくさんありますが、これでオープニングの挨拶をさせていただきます。それでは今回もよろしくお願いします。クローズアップレディオ。この番組は 株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。Rose Up Radio Presented by Rose Up。 水木の趣味語り。水木の趣味を語っていくこのコーナー、今回は、まあ、オープニングでも話した通り、最近やりだした盾、剣術、杖の術と書いて杖術について語ろうと思います。いやこれ一通りやってみたんですけど、まず盾の方が皆さんには馴染みがあるんじゃないでしょうかね。まあ、言ってしまえば剣を持ったアクションですね。でアクションにおいて大事なことっていうのは、当たったように見せる、食らったように見せるっていう、これが重要になってくるんですね。どんなにカンカンカンって激しくやってても、実際のところは当たらないようにうまくずらしてるんですよ。ただまあ僕ちょっと仮面ライダーも好きで、まあ、特に仮面ライダーは平成の最初の3部作、クーガ、アギと龍騎、これが好きなんですけれども、仮面ライダークーガの時にそれこそ子供を追い詰めて殺すっていうようなことをやった怪人がいたんですけど、でそのクーガの変身者の五代雄介って人に対して敵意を持たないような男で、基本的にその人に危害を加えるとか、まあ、暴言を吐くとかっていうこともやりたくないっていう男だったんですけれども、ただその怪人に関しては怒りが限界突破して、よく言うじゃないですか、おとなしい人を怒らせるなって。
普段怒らない人ほど怒ったら怖いっていうのがあると思うんですけど、まあ、その怪人との戦闘シーンの時に、もうものすごいそのクーガの戦闘シーンがもう怒りに任せて拳を振るってマウントで相手をボコボコにするっていうシーンがあったんですけど、まあ、その時にあの映像上でその怪人の顔から血が流れてたんですけど、あれって実のところ言ったらその怪人の中のスーツアクターさんがマジで血流したらしいんですよ。そのクーガ役のそのアクターさんももう熱が入って気がついたらもう本気で殴っちゃっててっていうシーンがあったんですけど、まあそれはやっぱり撮影終わった後にお互いごめんなさいっていうところで和解はしたと思うんですけれども、まあやっぱりねそういうシーンに入っちゃうと熱が入っちゃって危ないねっていうことで、まあ盾もねやっぱりやってたらついつい当てたくなるんですよ。まあ剣術上術っていうところも実際は型をやったりとかそういう攻防の流れみたいなところをやったりするんですけど、そのちゃんと足運びをやったりとか体重移動を使ったりとかっていうところやってるんですけれども、やっぱり何よりも相手に怪我をさせないっていうところがこれ非常に重要で、本当に相手と果たし合いをしてるわけではないので、そこはまあこういう型をやりながらその自分の今まで使ってこなかったところを動かしてその自分の体の可動を増やす、でそうすることによってまたその自分の演技の幅とかその声の出し方みたいなところも広まるんじゃないかなと思って、まあ、こちらのこの3つ始めました。習ってる先はゴールドキャッスル盾&剣術スクールっていうところで学んでいます。皆さんもご興味があればぜひぜひネットの方で検索してみてください。以上、水木の趣味語りのコーナーでした。Rose Up Radio Presented by Rose Up, Rose Up. 状況トーク。私水木が上京してから感じたことを話すこのコーナー、今回はですね、私が東京都内を自分で運転して感じたことについて語ろうと思います。まず僕自身運転して感じたことなんですけれども、道が複雑です。もう複雑です。道が北海道の場合最大あっても三差路とかそれぐらいなんですけど、東京の場合だったら5差路6差路ぐらい当たり前にあるんじゃないのっていうぐらい道複雑で、あとは結構その目的地行くのに携帯のナビをセットしてそのナビの誘導に従って移動してるんですけれども、たまに何て言うんですかね、まあ鉄道の高架があってその柱で道が左右に区切られてるってところあったりとかして、でそこのところがあんまりよく分かってなくて、本来ならなんかナビは右に入ってほしいってなったところを左に入ったりとかして、その車の列があったりとかして入れなくてってなった時に、いやーこれこのまんま行って大丈夫かな、多分どっかで回りにしないとダメかなとかって思ったら、あっさりそのまんまその右の道と合流して、何これって思うことが多々ありましたね。まあ、なかなかこれは運転しないとわからないところですよね。逆に北海道の道ってめちゃくちゃ運転しやすいんですよ、本当に。だからもうなんか地元にいた時とかちょっとラッシュの時間とかもうなんでこんな車多いのよとかって思ったりしてたんですけど、いや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 、東京都内のその昼間の交通量に比べたら地元なんて優しい優しい、もう信号 2,3 個ちゃんと通過できますもん。こっちの場合だったら本当信号1個通過するのになかなか時間かかったりとかもするので、い
やちょっと東京の道を舐めていたなというのが正直なところですね。あとまあちょっと運転の方の関係の仕事もちょっとこちらでやらせていただいてるんですけれども、まあ僕がちょっと感じたところではあるんですけど、バイクと自転車とあと最近結構普及してる電動キックボード、こちらちょっと危ないなっていう印象を受けました。というのも僕はあの車も乗ればバイクも乗るので、まあ、双方のそれぞれの目線とか注意してることとかっていうところが分かるんですけれども、あの車って皆さんが思ってるよりも死角が多いんですよ。でそんな中であの突然あの左側から抜かして目の前にその、まあ、バイクだったりとか自転車とか電動キックボードとかが出てきたりとかしたら、運転してる側としたら本当にびっくりするんですよ。なんせ基本的に抜かれる時って右から抜かれるっていう認識でドライバーはいるので、左からいきなり出てこられると危ないですし、あと、まあ、これはいろんな人に言えるところですけど、皆さん信号は本当にちゃんと守りましょう。あの信号を守ればあの最低限防げる事故っていうのはたくさんありますから、あの自転車乗ってる方、電動キックボード乗ってる方、まあ原付の方などなどたくさん交通機関利用している方いると思いますけれども、本当に信号と一時停止だけはしっかり守ってください。これだけは本当にお願いします。以上、状況トークのコーナーでした。Close Up Radio Presented by Rose Up。 今回もお時間が来てしまいましたが、いかがでしたか？ここで水木から告知があります。現在公開されている新日本ヒストリー第125話、もしも前田慶次が戦国のファッショニスタだったら、こちらのお話に前田利家役で出ています。まあ、前田慶次が出てきて前田利家が出てくるということは、まあ、歴史好きな方、あとは原哲夫先生が書いた花の慶次をあのご存知な方は分かると思いますけど、そうです、水風呂に落とされます。はい、綺麗に慶次に水風呂に落とされました。私ただなかなか前田利家の役をやるっていうことも商売でないだろうなと思ったら、いい機会をいただいたなと。できればあの槍の又座って呼ばれてたかっこいい頃の利家もやってみたいななんて思っているんですけれどもね、まあ、それは贅沢っていうようなもので、まあ、ご縁があればそっちの槍の又座と呼ばれていた頃の前田利家もやりたいと思っています。あとですね、このお話で共演した、森本蘭丸さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方は信長唐揚げというあの唐揚げも作っていらして、まあ本当に集まるたんびにあのお弁当を差し入れて持ってきていただいて、まあ、この唐揚げとお弁当がまた美味しいんですよ。気になる方はぜひぜひ信長唐揚げ調べてみてください。今回もお付き合いいただきありがとうございました。それでは See you next time。 バイバイ。クローズアップレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。Close Up Radio, presented by Rose Up.